こんにちは、速稼塾の久保です。今日はちょっとおふざけなしでですね、皆さんに聞いていただきたい、そんな情報があります。先日私ディープステートのことをちょっとお話ししました。そして時を同じくしてですね、私の塾生の週刊中年ジャンプ編集長のストーンさんが非常に興味深い情報を提供してくださいました。テーマはズバリ石油の価格、その裏に隠された真実です。はい、なんでね、この私たちの生命の源であるエネルギー資源ね、主には石油ですけども、この石油今世界中で足りてないと言われてるんでしょうか。そして私が生まれた昭和47年オイルショックっていうのがありました。それまで原油の価格、これはですね、1バレル2ドルだったわけなんですよ。石油ショックにより一気にこの原油価格は10倍に20ドルになりました。現在価格は70ドル、60ドル、このあたりを行ったり来たりとして、つまりは値段が上がってるんですよね。このオイルショック現代版になって、ここからさらに価格が10倍に調整される見込みなんですよ。今ですら原油価格が高騰してるのに、ここから10倍、単純に言って今日入れたガソリン、私も今日ガソリン入れました。セルシオに60リットル入れたんですけども、だいたいこれでね1万円ぐらいだったんですよ。この1万円ぐらいだったこの石油がもうちょっとしたら10万円になるわけですよ。ね、あなたのお持ちの乗用車にガソリン満タンにすると5万円、10万円。これどうですか？ね、こんな世の中が来ようとしてるんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、大きく2つあります。1つは、車というものが特権階級しか乗れないものになります。渋滞はなくなります。いいことばかりではありませんけども、ほとんどの人にとっては移動手段を失うってことになりますよね。当然原油が上がりますから、新幹線に乗れる人も限られてきます。国会議員さんは無料ですよね。いくらでも乗れます。私たちはもうレジャーで乗ることはできなくなります。親戚の顔を見に行くこともできなくなります。つまり移動の制限、集会、結社の自由がここでも侵されるわけですよね。恐ろしくないですか？もう人が集まって何かを話し合ったりとか、一定の方向性を決めるってことが難しくなる。もしやろうとするんだったら、インターネットを通じてやるようになりますけども、そこすらもう監視の対象になってるわけですよね。恐ろしいですね。そしてもう一つ、原油価格が上がるとどうなるかというと、食料なんですよ。今の農業ってのは人力でされてますかね？ほとんどがオートメーションだったり、機械の力を借りてます。そういった農耕器具による農業ってのは、実は原油の価格が上がると一気に跳ね上がるんですよね。トラクターを動かす、そのガソリンも原油からできてます。その他の収穫機材、すべてこれ、石油を動かしてやってるわけですよ。で、この値段が10倍になるってことは、単純に食料の値段が10倍になるわけですよ。どうします？今月の食費4万5万かかっていた家庭、40万50万になるわけですよ。となるとですね、おかしなウイルスを流行らせなくても、戦争が起きなくても、人類は淘汰されていきます。餓死する人が山ほど出るんですよ。今までの人類の歴史を振り返っても、飢餓によって人々が死んだ例はいくらでもあります。世界中にあります。それが今度は人工的に露骨な形で出されるわけですよね。今までの飢餓も実は政治によって引き起こされた部分が多分にあるわけですよ。迅速に豊作地から飢饉の起きている土地に物資を運ぶことができたのに、それを政治の力がしないっていうことになると、こちらの方では民族が根絶やし、こちらの方ではでも豊かに実った稲穂を食べる、こういう文化が続いていくということで歴史は選別されてきたわけですね。いや、恐ろしいですね。今回ね、ストーンさんの動画、前編後編2編に分かれてます。それをガッチャンコして1本にして、この私のトークの後につけておきますので、このままご覧いただきたいと思いますけども、いや、恐ろしいですよ。本当に最後まで見ることができるでしょうか。ついついその話に引き込まれてしまって、自分たちがいかにね、無知で加工された情報にしか耳を傾けていなかったのかが分かります。最後にもう一つ付け加えておきましょう。ストーンさんも言われてますけども、現在感染症が2年にもわたって私たちの暮らしを脅かしてますけども、この感染症本当にあると思いですか？フェイクウイルス、そんな言葉があります。本当にあるんでしょうか？
そして今私の町でも私のね都道府県でももう感染者が連日ゼロなんですよ。ゼロですよ。ゼロなのになんでねアクリル板がいるんですか。マスクをかけるんですか。なんでですか。だって10人集まろうが100人集まろうがお互いに感染してないわけだから何もお互いに相互感染させるものはないわけですよ。なのに私たちはもうマスクをすることを手放せない。アクリル板がないと不安だ。人がいっぱい集まってるとこにはもう行かないとこ。こういう風になってませんか。完全にマインドコントロールが成功してるんですよ、これ。ね。そしてこの成り立ちはまさにパソコンですよ。パソコンにウイルスが入ったら困りますよね。だからウイルスを駆除するそんなソフトウェアをほとんどの人はパソコンに入れます。でもそのウイルスを駆除するソフトを作ってる会社は行き渡っちゃうとウイルス駆除ソフトが行き渡っちゃうともう売れないでしょ。だから新たなるウイルスが出てきてますよっていう風なフェイクニュースを流してバージョンアップした新しいソフトを買っていただくわけですよ。こうやって市場ができてます。プラスこれは市場調査なんですよ。これによって多くの人がなるほどと、ウイルスを駆除するソフトがこうやったら売れ続けるんだ、だったらこれをパソコンを持ってない人類レベルまで応用すればいいじゃないか。つまりはわけのわかんないウイルスが流行ってますよ、新しいタイプが出てきましたよ、新種の株が出てきましたよ、ワクチンどんどん打ちましょう、検査をどんどんしましょう。どこにお金が流れてると思います。私たちは払わなくてもいいお金を払いながら怯えなくてもいい架空の感染症に最も恐れて不安を感じ、時には人を攻撃してませんか。あなたマスクしてない、マスクしないと危ない、近づくなみたいなね。マスクをしてない人はすでに非国民であり、もう公害扱い。そういうふうに私たちは自然に人を差別することを覚えさせられていませんか。本当にウイルスってあるんですか。そもそもあるとしても感染者が毎日ゼロなのに誰も収束宣言出さない。しかもこの状況で第6波が来るということを信じ込まされてるわけですよ。なんで周りの人みんな何もないよと、誰も感染してない人が100人集まろうが1万人集まろうが何に感染するんですか。じゃないですか。今全国でも新規感染者50人以下ですよね。あの例のクルーズ船の話思い出してみてください。感染者がまだ公にはゼロだった時代、日本中側のクルーズ船に釘付けになったでしょ。あそこからもう私たちのマインドコントロールが始まったんですよ。クルーズ船を見て危ない危ないと思いながらもクルーズ船から出てきた人が帰りに一般の交通公共機関を使って寿司を食べて帰る。何なんですかこれは。一体何が起きたんですか。皆さんもちょっと自分の頭を使って考えてみましょう。全ての情報に、そして全てのニュースに対してこれは自分をコントロールするためのバイアスなんではないかなと考えることができればあなたの勝ちです。さあそれではストーンさんの動画ご覧ください。はい、こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。ということでですね、今回は、お金の勉強ということでですね、これシリーズでやってますけれども、石油資源の真実ということですね、こちらやっていきたいと思います。これ2本の動画にちょっと分けていきたいなと思います。でこちらの動画ですね、見ていただくと、まずですね3点メリットがあります。これはですね、1つ目がですね、石油の価格のコントロールをですね、どのように誰がしてるのかなということですね。これがすごくわかるかなと、この構図がですねよくはっきりわかるかなと思います。でもう一つはですね、白人とですね日本人の考え方の違いですね。これはですね、非常に相入れないところがあるんですけれども、これがですねなんで違うのかとかですね、違いがすごく理解できるようになると思います。理解できるということは、違うという前提で物事が考えられるようになるということですね。あと3点目がですね、こういうニュースの捉え方ですね。これがですね、今後変わってきますよと。この動画を見た後、前と後ではですね、見方が変わりますよということですね。まあもちろんいい方にですよ。いい方に変わりますということがありますので、最後までぜひご覧になってください。はい。それではですね、始めていきたいと思います。石油資源の真実ということで、お話ししていくんですが、石油関係の、ね、ニュースはすごく難しいですよね。僕らにはなんかあんまり関係ないんじゃないかなっていうね、口
調でよく言われますね。あの、オペックがどうとかですね、増産するとか、なんかね、難しい話ですよね。はい。まあそういったニュースの裏にですね、まあ大きな陰謀というかですね、まあ国際石油資本と言われる石油を牛耳ってる人たちのですね、思いが あるという目論みですね。目論みが隠されているということなんですね。はい。で、そもそもですね、石油っていうのは、まあ、なくなるのかってことなんですね。地球上からなくなっちゃうのかどうなのかってことなんですが、こちらはですね、1970年頃に、まあ、石油はなくなるって言われてたんですよね。僕らがだから、生まれた頃ですかね、72、3年にオイルショックっていうのがあったんですよね。で、僕らが小学校の時もですね、あと30年で石油がなくなっちゃうんだよっていうふうに、先生なんかにもね、教えられてましたけども、まあね、現実は違うと。今、現状違いますね。30年以上経ってますけどね。違うということなんですね。まあ、現在はですね、なくなるどころか、アメリカとかですね、アメリカなんかも安価なシェールオイルっていうのがですね、もう産出されて、もう商業ベースに乗ってるわけですね。これ2009年ぐらいからですかね、もうやってるということなんですね。で、原油の価格はですね、2015年ぐらいまでは100ドルぐらいを推移してたんですが、まあその後ですね、20ドルぐらいまで下がっちゃったんですよね。うん、で、現在まあ70ドル前後というか68ドルとかそんな感じですよね。なってますね。はい。まあそんなのが現状ですね。で、石油資源というのは、じゃあ、あるのかないのかってことなんですが、まあこれはですね、結論から言うと、まあなかなか難しいところですねってところですね。まあはっきりしないっていうのが現状なんですね。というのはですね、石油っていうのはまあ一回掘ってしまうとですね、どんどん出てくるんで、管理が非常に難しいと。管理も難しいし、それだけお金を投じないとですね、管理しきれないっていうのがまあ現状なんですよね。で、特にまあ海底油田なんか掘ってしまうと、もう維持管理してないと、お金をどんどんつぎ込んでいかないと、まあ、石油も出なくなってしまうし、海洋汚染にも直結しちゃうので、結構大変のようなんですね。なので、まあ、30年分ぐらいの石油の量を確保したところで、もうそれ以上はもう手をつけないっていうのが現状のようなんですね。まあ、これは原油価格ですね。このバランスをとって値崩れしないようにするっていうこともあるのかもしれないですね。まあ、従ってですね、その原油、資源ですね。この見通しっていうか見込みっていうのはですね、非常に難しいって言われております。しかしですね、石油が地球上からなくなるということになるんだったらですね、まあ、20ドルまで値段が下がるってことはないと思うんですよね。この先地球から石油がなくなるってことであれば、そんなことはないはずなんですが、まあ、現にそうなって、今、まあ、70ドルぐらいになっているということなんですね。はい。で、日本ではですね、石油の原産国といえば、まあ中東ですよね。中東、サウジアラビアとかってなると思うんですが、まあこういうイメージだと思うんですが、実はですね、世界で見ると、ロシアとかですね、アメリカですね、こちらはですね、サウジと同じぐらいの量を、まあ産出できる国になってるんですね、すでに。なので、石油資源というのをですね、なので、この3カ国、ロシア、アメリカ、サウジ、まあ中東ですよね。まあこの3極になっているということなんですね。ですので、石油的にはですね、資源的にはまあ安定はしているということではあるんですよね。はい。で、またですね、これ以外にもですね、この国以外にもアルゼンチンですとか、オーストラリアなんかもですね、まあそのくらいの規模の埋蔵量があるんじゃないかって言われてましてですね。まあこの辺が採掘してくるとさらに石油の量が増えてくるのかなというところなんですね。はい。で、このことによって、石油の価格が、まあ、下がってくるわけですよね。量が増えてくるわけですから、そこでですね、まあ、今まででしたら、OPEC がですね、石油の減産っていうのを発表すると、簡単にですね、石油の価格っていうのは、こう、上にコントロールできたんですけれども、今ではですね、まあ、いろんな国がね、石油を減産するようになったんで、なかなかコントロールが難しいということになってきたわけなんですね。まあ、値崩れですよね。そこが懸念されてるとか、まあ、値崩れしてるわけですけども。そこでですね、ここで出てきたのが、この石油、国際石油資本ですか。この人たちが考えたのが、まあ、地球温暖化なんですよね。はい。このことについてちょっとお話を続けていきたいと思います。
この温暖化を理由にですね、石油の価格っていうのを10倍にしようっていうのが、まあこの思惑なんですね。これだけ聞くとですね、またその陰謀論だろうとかですね、そういう話になってくるんですが、ここはですね、ちょっと事実関係があるので、その辺もですね、お話ししていきたいと思います。ちょっとですね、こちらのこの図ですね、これはですね、何かって言いますと、一番上が石油ですね、赤いのは石油で、この紫っぽいのは天然ガスで、こちらが、石炭ですか、石炭ですね、なってます。で、2020年ってここなんですね、ここです。ここの点が2020年なんですね、この辺りか。この辺りが2020年なんですけれども、ここを境にですね、こうぐーっと上がってきた、ぐーっと上がった、こっちやな、こっちか、上がってきたですね、石油とか鉱物資源の使用量でね、使用量ですね、これがですね、2020年を境にこう下がってくるっていうグラフなんですね。こういうグラフを、この、まあ、この国際石油資本側がですね、作ったわけなんですよね。はい。で、これを見るとですね、僕らは、あ、2020年を境にこう、石油っていうのは減ってくんだなって思っちゃうわけなんですよね。で、実はそうじゃなくて、このグラフにはですね、まあそういうふうに誘導する、その力を込めてるわけですね。で、それが地球温暖化なんですよ。地球温暖化というと、まあ CO2 削減ってなりますね。CO2 削減ってことは、こういう石油資源を減らしていくということになって、どういうことになるかというと、石油を開発する、石油開発投資ですね。これを減らしていこうっていうことになるわけなんですね。ですから、世界中ですね、地球規模で、まあ、国家規模ですよね。で、石油への投資をやめてっちゃうわけなんですよね。で、石油っていうのは、油田っていうのは、この投資をやめちゃうと、もうそこで止まっちゃうようなんですよね。ずっと掘り続けて、こう掘り続けるっていうか、こう石油をこう組み上げていかないと、まあ、井戸なんかも使ってないと枯れちゃうって言いますよね。まあ、ああいう感じらしいんですよね。これだけ減ってくるとですね、やっぱりそういう油田が増えてくると、もう使えなくなっちゃう油田が増えてくるわけなんですね。で、まあこれ言ってみれば自作自演というか、まああれですよね。もうこう、石油を牛耳ってる人たちが石油を減らせって言ってるわけなんですよね。で、これ何かっていうと、他のこうライバルをこう蹴落として潰したところで、自分たちがこう減ったところで石油を出すと。まあ、希少価値を高めたところでっていうんですかね。なってくるわけなんですね。まあ、こういう戦略があるということなんですよね。これで、まあ、10年後、2030年にはですね、石油の価格、石油の量はですね、半分ぐらいになってるんですね。2030年。そうですね。半分ぐらいになってるんですけども、石油の価格はもう10倍に上げようということですね。まあ、量を減らしてですね、希少価値を高めてっていうことなんでしょうね。これは現代のこの、まあ、トリックというかこのシナリオなんですよね。彼らのシナリオなんですが、こういうことはですね、過去にも実際ありましてですね、同じことがあったわけですね。はい。こちら、過去にどんなことがあったかっていうのはですね、次の動画でお話ししていきたいと思います。それでは次の動画で。さよなら。はい、こんにちは。週刊中年ジャンプの編集長、ストーンです。ということで今回ですね、2本目の動画ですね、お金の勉強、石油資源の真実、パート2ということですね。パート2ですね。なってます。はい。やっていきたいと思います。前回ですね、こちらのグラフですね、これ、2020年ぐらいからですね、石油とか天然ガスですね、鉱物資源が、こう、だんだん減ってくるよっていうね、減ってくるよっていう、こう、シナリオを作ったっていうグラフですね、こちらについてお話ししました。で、今回はですね、以前にも過去にもですね、このような操作で、まあ、石油の価格ですね、これを上げてるっていう事実がありましたので、まあ、この裏付けというかですね、このお話をちょっとしていきたいなと思います。はい。でですね、こちらが、そうなんですね。はい。こちらがこのグラフ。まあ、70年代のですね、オイルショックが、まあ、それに当たるわけなんですね。はい。こちらのグラフはですね、ローマクラブっていう、ところですね。ローマクラブっていうのは、まあ、スイスに本部を置くですね、民間のまあシンクタンクって言われるところらしいんですね。まあ、これはどんなとこかっていうと、まあ、どちらかというとその国際石油資本側の、方々なんですね。その人たちがまあ作ったっていう、まあ、グラフですね。これもですね、虎ノ門ニュースの本編でですね、先生がこう説明してますんで、そっちの方がよくわかると思うんで、まあ、見ていただきたいんですが、
まあ、こういうグラフを書くわけですね。ざっとご説明しますと、この青いこの線ですね。これがですね、資源量ですね。で、このあたりが2020年なんですね、このあたりが。で、ずっとこう資源が下がってきてですね、2050年ぐらいにはもうほとんどないということですね。で、このあたりまで来ると、人口が100億人になったあたりで、もう、こう、みんな死に絶えてですね、65、6億人ぐらいまで減ってくるんじゃないかっていうような、この試算なんですね。で、汚染は増えるし、工業生産は減っていくし、まあ、石油がこれだけ減るんで、食料もですね、かなりこう、ググッと石油と同じように下がっていく。まあ、石油がないんで、食料も取れなくなってくるってことでしょうね。なので、まあ、すごくこれ、恐怖のグラフなんですよね。まあ、これをですね、これ72年って書いてありますけども、まあ、成長の限界っていう、こう、有名なグラフみたいなんですけども、こういうものでですね、非常にこう、世の中、恐怖に陥ったということで、まあ、オイルショックということでですね、みんなトイレットペーパーとかね、全然関係ないように買いに行ったということになっちゃうわけなんですね。で、そのことによって、2ドルだった、1バレル2ドルだった原油がですね、20ドルに跳ね上がったということなんですね。だからこういうトリックというかシナリオがですね、あったわけなんですね、過去にも。で、前回の前の動画でお話ししたこれですね。これが、まあ、現代のその、地球温暖化を絡めたですね、価格の上昇方法というかですね、まあ、こんな感じなのかなと思われるわけなんですね。そこでですね、問題は、このグラフがいいとか悪いとかっていうのもあるんですけれども、それ以前にですね、石油がですね、資源がなくならないっていうことが分かっていながらですね、やっぱり国内の、まあ、NHK をはじめとするですね、まあ、報道各局も一切言わないんですよね、こういうことはね。電気がいいとかですね、電気自動車、これから電気自動車だとかですね、そういった話をばっかりするわけですよね。うん。で、こういうことがですね、見抜けないとというか、こういう報道をですね、この報道の裏にはですね、何かあるっていうことが、分かっている状態で見るのと、何も分からずに、あ、こうなっちゃうんだって、そっちを理解しちゃうとですね、もう本当に大きな波にさらわれていくっていう、もう搾取される一方になってしまうということですね。うん、なので、こういう図を作るですね、まあ、欧米のその支配層というんですかね、まあ、そういう人たちの考え方と、日本人のその考え方っていうのは根本に違うっていうことが、まあ、まずあるのかなと。そこを理解しておかないと、なかなかこれ理解できないのかなと思われるんですよね。はい。まあ、例を挙げますとですね、まあ、これ放送の中でも言ってましたけれども、まあ、トランプ大統領とバイデン候補ですね。これの、まあ、以前のその、まあ、選挙の時ですね。バイデン側がトランプ側のその、投票をですね、書き換えたっていうことがあったと思うんですけども、これはですね、その当事者、まあ、バイデン側から言わせると、それはね、バイデンからすると、俺は正しいんだと。俺は正しくて、俺がこの大統領にならないと、もう、悪夢だぞという考えで、その、なんていうかな、その、過程はですね、過程は違反というか、まあ、悪いことがあってもいいじゃないかと。俺がその大統領になるんだから、その過程はどうでもいいと。もう、票書き換えちゃうということらしいんですよね。だから何が言いたいかというと、その自分がやろうとしていることができることが正義だということなんですね。だからその過程はどうであれ、まず自分が勝つことが正義なんだっていうことの考えなんですよね。だからやっぱり説得力ありますよね。もともとその悪いと思ってないっていうかね、それがいいことだって思ってれば、やっぱり後ろめたさがないんで、もう思いっきりいきますよね。というふうに僕は感じました。やっぱこれはですね、宗教的なその背景も非常に大きく関わってるんではないかなっていうふうに思うわけなんですね。こういったグラフとかね、なんかこうニュースを見たときにですね、やっぱり理解していかなきゃいけないのは、その、こういうものを作った裏にはですね、どういう考えがあるのかなっていうことを推測できるようにですね、いつもこう考えていないといけないのかなと思いますね。日本人と白人のその違いっていうかね、まあ日本人と白人だけじゃないですね。日本人同士でもですね、その人によって考え方違うんで、その違いは何かなっていうことをね、よく考える必要があると思います。特にこういう国際的なその、もう違いがはっきりしてる部分はですね、まあ例えば白人と日本人がどれだけ違うかっていうことを理解してですね、
行くことが大事かなと。これは日本がもう鎖国するとかね、そういった状況にならない限りは、こういうことを考え続けていかないといけないのかなということですね。最近のニュースでもですね、石油のニュースありましたね。原油の備蓄品をですね、まあ、放出するっていう。まあ、これはアメリカ主導でやってることなんですが、まあ、これ日本も中国もそれに従ってですね、やってるということなんですが、まあ、そもそもですよ、これアメリカはさっき、前の動画でも言ったように、まあ、三大原産国なんですよね。地球上でもすごく石油が掘り出せる国の一つなのにもかかわらず、なんで石油が足りないのかっていうことをまあ考えなきゃいけないんですけど、まあ、そういった報道っていうのは一切ないわけなんですよね。まあ、これ実はハリケーンって、まあ、台風みたいなのありますよね。アメリカで起きて、その石油施設が、まあ、壊滅的なダメージを受けたためにですね、まあ、一時的に石油が、こう、足りなくなったっていうことらしいんですよね。で、それによって、その穴埋めをするのに、中東諸国に増産を求めてるんですが、まあ、中東もですね、アメリカもそれが復旧しちゃったら、その、生産したその油ですね、これ買い取ってくれんですかって話になってくるんですが、まあ、そうはならないっていうのを知ってるんで、彼らも。なので、まあ、増産には応じてないっていうことらしいんですよね。まあ、こういう話も聞くと、やっぱり、なるほどね、と。でも、世の中でそんなこと言ってないよね、っていうことが分かってくると思うんですよね。まあ、これが本当かどうかっていうのは別の話としてですね。まあ、そういう考え方をしていかないと、いけないんだなっていうのがありますよね。ここからはですね、僕のその考え方になってくるんですけども、まあ今まさにですね、この情報戦というかですね、武力でその、油田を取りに行くとかそういうことではなくても、情報ですね、まあ昔からもそうだったんでしょうけども、今まさにそうなってるなと思いまして、こういうネットとかラジオとかですね、まあ新聞、テレビなんかもそうですけども、まあそういった情報をですね、そればっかり、その加工された情報ばかりがこう世の中に出てくるわけなんですけど、だから正しいっていう考え方はもうダメですよってことなんですね。やっぱりある程度、深掘りをして、こういったまあ、一時情報っていうかね、なかなか難しいですけども、こういったものを見てですね、振り返ってみると、あれちょっと違くないっていうのがわかると思うんですよね。だから、すべてのニュースにこれをやるっていうのは難しいと思うんですが、興味のあるところだけでもですね、やっていただくと、考え方がこう身についてくるのかなと思いますね。アフリカでね、新しいコロナウイルスですね、これが、まあ、確認されたってことであるんですが、まあ、これ聞いた時にですね、これ僕の考えですよ。僕の考えなんですけど、コンピュータウイルスの話が昔あったんですよね。これも本当かどうかわかんないですけども、コンピュータウイルスっていうのが ありますよね。これの、防止するソフトがあるじゃないですか。ウイルスなんとかとかね。ありますよね。あれを作ってるメーカーが毎年新しいウイルスを世に放出してるっていう、そのね、話を聞いたことあるんですけど、まあね。そういうこともなきにしもあらずっていうね、考え方なんですが、まあそういうふうに見ていくと結構、いろんなことがね、今一方的な話しかこう来てないんで、ああ、怖いですよ、これ危ないですよって、だからこうですよと、この薬飲んだ方がいいですよとかになっちゃうんですけど、まあちょっと振り返ってみるっていうのも非常に大事かなと思います。まあこういうことはですね、やっぱりこう、常に考えているっていうことと、あとはその、まあ身近な人ですよね。まあ、友人とか、まあ、家族とか、そういう人たちともこう、常にいつも話してるとですね、そういう風になってくるのかなと。考え方が、そう、柔軟というかね、いろんな考え方ができるようになってくるので、まあ、そういうことも大事だなという風に、今回感じたところであります。はい。ということでですね、今回は以上となります。どうもありがとうございました。